すいません。すいません、大阪体育大学の今担当です。男子選手は挨拶をして僕は京都のね、学祭高校の杉山と言いますが、全然感想は難しいんですけど、実は一般入団ですけど、受験をさせてもらいたいことがいて、はい、まあ、勉強の方で頑張ってもらうというか、またその時にはぜひよろしくお願いします。それは体操大好きなんだけど、はい、まあ、実績はもう近畿大会ぐらいしか出てないので、はい、そんな体操で全然できないので近畿大会ぐらいは出てます、はい、出てますが、そんなんも全然です。50、60点選手ぐらいなので、勉強できる、勉強はまあまあできます。他に難しいのが大事ですね。そうですか、やっぱり今は勉強できるのか、いや、どうかなと思うんですけどね。中心学のクラスにはいろいろなので、はい、なんとか頑張るかなと思うんですけど、推薦の方は受けずに一般だけ、推薦ででも結構本当にですね、一度ね、チャンスがあるようやったら受けさせても見てもいいかなとは思うんですけど、はい、本人は多分チャンスあるのは受けるつもりでいると思うので、はい、またなんかよろしくお願いします。選手 の、 お名前を伺ってもらいます。スポーツのそういうトレーナーとかそういうの志望やと思うんですけど、京都の洛西高校って分かります？洛南の西川ってあるんですけど、はい、西、はい、の小西っていう選手なんですけど、はい、杉山です。また連絡とかさせてもらいますね。はい、はい、すみません、よろしくお願いします。いや、ローテーションがどこからとか、どこの種目だとかやってるのか、選手が上手なのか、あれ、ルーツか藤原選手、ありがとう。男子選手は T1 審判の指示に従い競技を開始してください。Thank you.
Yeah.
走る。